バルナウル、ロシア語は、ロシア連邦の都市。シベリア連邦管区の南西に位置する。アルタイ地方の行政の中心都市。人口は64万9600人。2007年で、ロシアでは人口で22番目の都市である。ノボシビルスクの南 220km に位置する。西シベリア平原の帯側に沿って開けた町である。アルタイ山脈に最も近い大都市であり。 カザフスタン、モンゴル、中国にも近い。シベリアのステップ地帯の南限に位置することから、夏と冬の気温差が激しい。バルナウル液鉱物資源が豊富なアルタイ山脈に、近く、帯川の水運も利用できることから、シベリアで最初に入植が進んだ町の一つである。1730年代にこの地が産する銅に目をつけた、ロシアの大富豪、デミドフ家によって、町が作られた。 1747年には銀行山も発見される。デミドフ家の工場はほどなくロシア皇帝に接収され、ロシアの銀生産の拠点都市となる。19世紀初頭までにロシアが産する銀の90%はアルタイ地方からであった。バルナウルにはロシア最大の銀の精錬工場があり、生産量の増加とともに市の人口も増えていった。 20世紀の初めまでにはバルナウルはこの地方の交易や文化の中心地に成長した。トルキスタンシベリア鉄道が開通すると交通の拠点ともなった。第二次世界大戦ではアルタイ地方の人々の多くが前線に出征し数十万人が命を落とした。戦場からは遠く離れていたバルナウルの中心部にはロシア正教の教会や戦没者記念碑があるのは このためである。戦地を逃れ多くの工場がこの地に疎開したために、第二次世界大戦を契機に、市の工業は大きく発展した。現在でもロシア最大の兵器工場の一つが、バルナウルにある。今日のバルナウルは、西シベリア最大の工業都市であり、約12万人の労働者が100を超える企業に従事している。ダイヤモンドの研磨業も、市の新しい産業で、ロシアで唯一、 バルナウルだけで行われている。ありがとうございます。